アイテム番号 SCP-370JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-370JP は特定防護収容設備を備えた 10m×11m×6m の収容室に収容してください。収容室への出入り口は必ず四方へと最低4つ設置し、ボガート手順、SOCV 遂行のための手順の簡略化を図ってください。収容室内には SCP-370JP の使用に耐える構造の複数の家具、特に2つの椅子に食卓、ベッド、簡易キッチンと冷蔵庫を常に設置し、稼働状態を保ってください。家具の追加は SCP-370JP1 の身体状況に合わせて適宜行ってください。ボガート手順、SOCV の遂行は現在機動部隊、E11、保育士が担当しています。ボガート手順、SOCV の詳細については担当の機動部隊へ連絡してください。ボガート手順、SOCV によって確保された SCP-370JP1 はクラス C 記憶処理の後、対象に対する扶養者と判断される人物へと変換されます。その際、扶養者を含んだ一般関係者全員にクラス B 記憶処理を施してください。また、SCP-370JP1 の養育期間中には、扶養者を含んだ一般関係者全員にクラス C 記憶処理を施し、返還まで監視を行ってください。説明。SCP-370JP は身長 2.41m。体重 128kg の二足歩行の生命体です。全身が茶色の長毛に覆われていますが、本来の皮膚は光沢のある空色であり、それらは両手部位と頭部と足裏部位で露出しています。両手の指は4本ですが構造承認類と近似であり、精密な作業が可能です。頭部は爬虫類の形態に似ていますが、サメと同様の破裂構造と、3つの眼部を有しています。また、発話能力は持たないものの、感情の発露に用いるための発達した発声器官を持っていると思われます。内臓機能の調査は、基地の検査用探知波を遮断する皮膚の性質と、SCP-370JP の防御反応的な攻撃によって進行が遅滞しています。SCP-370JP による破壊活動の痕跡から、全身体能力は平均的な成人男性のおよそ 17.3 倍程度であると思われます。SCP-370JP は定期的に喉頭内に生後5ヶ月から2年にあたる人間の幼児、SCP-370JP1 と分類を出現させ、口腔より吐き出します。SCP-370JP1 は実在の幼児の特徴を有し、SCP-370JP による出現時に同個体的な特徴を有する幼児が元の場所から消失していることから、SCP-370JP によって生成ではなく転移されているものであると結論付けられています。SCP-370JP1 は転移以前の記憶を消失した状態で転移されており、そのため SCP-370JP に対して否定的な反応を取りません。SCP-370JP はその後365日間 SCP-370JP1 を養育します。養育中の主な活動としては食事の提供、SCP-370JP1 の遊戯の相手、高嶺のうなり声を用いた子守歌の歌唱、健常な養育に必要と思われるスキンシップの実行等が挙げられます。SCP-370JP1 の世話に何らかの不都合が生じた場合、SCP-370JP は明らかに狼狽した様子で、問題の解決に努めます。問題が長時間解決しなかった場合、それは SCP-370JP による、周辺への無差別な破壊活動を招く可能性があります。SCP-370JP1 に危害を加える行為、もしくは SCP-370JP1
1を SCP-370-JT から引き離そうとする試みは、SCP-370-JT による極端に敵対的な破壊活動を誘引します。しかし SCP-370-JT、1に対する直接的危害には及ばないため、その性質がボガート手順、SOCV 遂行に活用されています。SCP-370-JT、1が死亡するか、喪失された場合、SCP-370-JT は37時間絶え間なく叫びながら積極的に破壊活動を行った後、再度 SCP-370-JT、1の出現を行います。そのため、ボガート手順、SOCV の実行は SCP-370-JT の食事期直前まで行われません。SCP-370-JT による SCP-370-JT、1の養育開始から365日後、SCP-370-JT は涙腺より水分を排出し、断続的に小さな声を上げながら SCP-370-JT、1を捕食します。捕食は3日間休むことなく少量ずつ行われ、その間 SCP-370-JT の声量と水分の排出が激しくなります。捕食が完了した後、SCP-370-JT は周辺の存在に対して無差別的に破壊活動を行います。これは3時間後鎮静し、その後78時間 SCP-370-JT はつくばって一切の活動を停止させます。78時間経過の後に、SCP-370-JT は別個体である SCP-370-JT、1を出現させ、再度養育期へと入ります。ほい、SCP-370-JT の観察と、破壊活動によって破壊されたオブジェクトに対する各種試験により、SCP-370-JT の行動パターンと身体能力の予測が行われました。それに伴い、SCP-370-JT と戦闘状態に入った際のリスク管理パターンと戦術が構築され、食事期の寸前で SCP-370-JT、1を回収する手順確立のためのボガート計画が発足しました。現在のボガート手順、SOCV においては、専用の装備、人員、戦術、手順が確立され、それに適した収容設備の整備が完了しています。それにより、一切の回復不能な損失なしで SCP-370-JT、1を回収する確率は現在 98.73% にまで高まっており、ごく微小な確率で生じる損失についても容易に補填が可能となっています。回収した SCP-370-JT、1 はこれまでの検査から異常な性質を持たないことが判明しているため、簡易検査の好転に前の養育環境へと返されます。また、この手順の確立と長期継続により、SCP-370-JT は本来食事を必要としないことが判明しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。